はいみな、えー、さんこんにちは歴戦二講師の運野です今日はあの皆さんに2023年合格目標の、えー、司法書士試験実践力パワーアップ講座についてのお説明を簡単にさせていただきたいと思いますこの実践力パワーアップ講座は、えー、私が今年で担当いたしまして、えー、14年目になっていきます、えー、そして、えー、私はあのー、関東の 新宿・エルタワ本校から通学で通ってくださる方そして全国通信を担当していくんですが梅田駅前本校の方では赤松,講師赤松講師があの担当をしてくださいますこの実践力パワーアップ講座ですが主に初級講座一通りの学習を終えられた初級講座出身者の方の2年目講座として大変皆さんに愛されてそして実績を残してきた講座で あります、えー、2年目講座というふうに一応ご紹介をしておりますが実際には参加してくださっているですね受講生の方は2年目の方に限らず3年目4年目そしてあえて、えー、もっと上の中上級講座をですね利用された後にやはり自分は、えー、基礎がちょっと弱いんじゃないかというようなことをですね気になされてあえて5年目6年目にこの実践力の門を叩く方もいらっしゃいます。 でも多くの受講生の方に選ばれてそして合格者を送り出してきた講座として非常に私も今誇らしく思っております。 そして来年2023年合格目標の方のためにまたこの7月から、えー、またゼロからですねスタートをしていく私自身は一体どんな受講生の方とお会いできるのか非常に楽しみにしているところなんですがこの講座のことをまだよくご存じない方もいらっしゃるかと思いまして今日は本当に簡単にこの講座の特徴をお話しさせていただきます。 さあまず何と言ってもこの講座の特徴は全論点を網羅的に抗議するというところにあるんですねとにかくこう大事なところをピンポイントでお話をするというよりかは全論点を網羅的にお話をし皆さんもう全方向に包囲を向けていただく でももちろんですね、試験に出ないような細かいことや、えー、極端にハイレベルなことをお話をし、皆さんの知識を無駄に増やすことはいたしません。とにかく、えー、合格に必要なための、えー、最低かつ、えー、超重要な論点を網羅的に、ね、完璧に皆さん方にその基礎を叩き込む、ここに最大の特徴があります。ですから、えー、本当に重要な基礎論点なのに、えー、飛ばしてしまう、えー、またはあこう一切取り合わ 扱わずに各自読んどいてくださいというような取り扱いをすることは極力これはなくす方向で努力を日々しております。 もちろんですね、えー、読めばわかるというようなところに関しては皆さん方に、えー、各自読んでおいてくださいねというふうに申し上げることはありますでもそれはですね、えー、初級講座よりも少ない回数で全論点を網羅しなければいけないというこの講座の宿命上どうしても皆さん方にある程度ご自分で読んでいただくという部分が出てきてしまうことはこれはやむを得ないことですですけれども読んどいてくださいというふうに申し上げる箇所は、えー、皆さんが読めばわかると私が判断したところです、えー、読,め読んでも 自分で理解するようなことがちょっと難しいところに関しては決して皆さん方に1人で読んでおけというような指示はいたしませんのでしっかりと講義で解説していきますからご安心いいいたただきたいと思います、はい、そしてもう1つ皆さんにお話をしたい2つ目の特徴がこの実践力パワーアップ講座はとにかくペースメーカーとしての役割が大きいというところなんです。 どうしても自分で勉強していますともちろん自分で好きなだけ好きな科目を勉強することができますから気持ちよく勉強することはできると思いますですけれどもよくある失敗に民法から例えば勉強を始めたとして今までいろいろなペースに追われてスケジュールに追われて勉強していた中自分でやりたいだけ例えば民法を勉強できるで気持ちよく気持ちよく勉強していたらふうと気がついたら「あれ 11月がもう間近に迫ってるのにまだ民法終わっていないいいななななどととうことに、えー、なりかねないんですで慌てて私なんかのところに相談に来られて、えー、先生本当は年内で主要4科目の復習を終わらせて年明けからはマイナー科目そして、えー、トーというふうに考えていたんだけどもう11月なのにまだ民法が終わってないというのはうもう本当に青い顔でですねご相談に来られる受験生がいらっしゃる。で正直ですねうわ11月なのにまだ民法しかやってないか。 それはきついねもちろんあのリスケをするプランをですね提案させていただくことはもちろん全省いたしますですけれどもやはり主要4科目のインプットを年内で終わらせたいというですね最初に立てた目標に対して11月まで来てしまってもまだ民法しか終わってないそうすると11月中使って、えー、こう 不当法でも11月でなかなか不登法終わらずに12月の頭ぐらいまで不登法がかかってしまってあとは会社消灯法がバタバタバタっと、ね、年内でもこう急いでしまった巻いてしまったものはやはりそれだけの効果しか得られず結局、えー、年が明けても商業投機法を引っ張りのマイナー科目はボロボロなの、ね、ということになりかねないんですね。ですかからとにかく年年目3年目以降のお 勉強方法というのは何をどの時期に勉強していれば安心なのか、えー、そして、えー、いつをどの時期までに終わらせておきたいのかそういったですねやはり、えー、スケジュールというものの管理というのが非常に重要になってきますこの点、えー、実践力パワーアップ講座では毎月のマンスリーカレンダーというのを皆さんにお渡しします いつの時期までに何を終わらせていくかそういった基本的なことは当然のこと実はマンスリーカレンダーでは、えー、何月何日に何を勉強し次の日のノルマは何をこなしその次の日は何をこなすか、えー、実は毎月毎月一、えー、週間七、えー、日間の勉強のスケジュールをあらかじめ私が立てたものを皆さんにお渡ししますですからさあ勉強机に向かったはいいけれども一体今日は何を勉強しようかということのならないようにとにかく皆さんに搬送して、えー、そして 伴奏して、えー、とにかくスケジュールを一緒に立ててそして皆さん方に寄り添っていくそういった講義を展開していきますからとにかくスケジュールも含めて講座を買うというです、ね、発想というものをぜひ持っていただきたいな。えもちろん知識だって、えー 重要なのはもちろんその通りです知識が一番重要なのはその通りですですけれども、えー、中上級講座2年目3年目以降の勉強というのは知識以上にですね何をどこまでにいつ終わらせるかというスケジュール管理というのがものすごく重要になってきますそういったことに非常にいい特化した講座であるということをぜひ皆さんに知っていただきたいなと思いますさあ、えー、そしてですね、えー 今回のこの「実践力パワーアップ講座」択、え、一、ー、式のみならず記述式についても充実した対策をとっております。記述式につきましては私の同期の赤松講師と私でタッグを組みまして赤松さん、ね、もう実務家としても鬼の実績がありますから赤松講師の方から、えー、記述式に特化した択一講義というものを、えー、3回実施していただきそして私の方で記述のお実際の問題を使った実況中継講義というのを1回につき2問実験を 実況中継するというのを3回不当法については赤松講師の卓一インプット3回そして私の実況中継全6問の実況中継解説これをセットにしたものというのを不当法消灯法ともに用意しておりますこれをうまく利用していただくことによって記述に対するアレルギーというものを解消していただくことができるはずです えー、とにかくこの実践力パワーアップ講座というのは2年目以降の受講生の方のまあ道しるべとしてそしてナビゲーターとして、えー、2023年の合格まで完全に寄り添い、えー、伴走していくことをお約束します、えー、私たち赤松講師も私も,、えー、もう最大限の自信を持って皆さんに提供するものですぜひですね2023年、えー、この実践力パワーアップ講座を利用して、えー、とにかく相続登記の義務化、えー、司法書士の 過払い金バブル以降のフィーバーが来ると予想される2024年以降私と同じ、ね、そして赤松講師と同じこの司法書士バッジをつけて実務に飛び出していってほしいと思いますそのために、ね、ぜひ2023年合格を勝ち取りましょう、えー、一緒に教室で皆さんと一緒に頑張れることを楽しみにしておりますそれでは今回はこの実践力パワーアップ講座についてのご紹介をさせていただきました、えー、ぜひ皆さんご検討いただければと思います